ましょう。みんな元気してる？今日はね、私がテムさんでね選んだ激戦グッズちょっと紹介したいと思います。みんなもうテムってすごい有名で聞いたことありますよね。テムっていうねサイトはね、2023年去年かな、6月に日本にね上陸したんですけどね、幅広いね衣料品とか雑貨で、またねアパレルとかね電化製品、アウトドア製品、こういうねさまざまなジャンルの商品をね取り扱ってるんですよ。みんな見たことある人は知ってると思いますけど、めっちゃめちゃ安いんですよ。驚くほど、これマジかいっていうほど安いんですよ。私もねこれテムさん見た時にね、えこの値段ほんまかって思ったんですよ。安すぎるさかい、ちょっと商品的に具合悪いんちゃうんとかってね思いながらね、欲しい商品見つけてしまったんでね、ゲットしました。でまあなんちゅうてもね、送料が無料で90日間返品可能ですわ。まあそういうね至れり尽くせりのね通販サイトなんです。まあちょっと今からね私が購入した商品見てくれます。まあ、私ジムニーでよくリンド行ってるの皆さん知らんかと思いますけどもね、やっぱりリンド行ったら車汚れるんですわ。で枝とかでね傷ついたりもするんですわ。でね車のメンテナンスをね楽しくできるグッズないかなと思ってね探しました。これですわ。これスプレー缶2リットルですわ。ノズルね2つ、噴射の先交換するやつ2つついてます。え、マジか。折れてる。おいおい、これノズル1個折れてるやんか。これしゃあないな。おい、まあこっち使いましょうか。これでね洗剤入れて、ここで車に噴射するんですわ。これ残念やでな。これちょっと残念ですわ。でね次、これカースクラッチ&スワールリムーバー傷消しですわ。今まであの枝で傷ついたのね擦ったやけど取れなかったでしょう。これでねちょっとどこまで取れるかなと思ってね買ってみました。でこれもね 0.5 オンス 15ml 入りからね2オンス 60ml で4オンス 120ml あるんですわ。私4オンス 120ml 買いました。で次にねポータブルコードレスハンド掃除機ですわ。ちょっと掃除すんのにねこれも腰なところでね買いました。でねこれですわ。 TPMS タイヤ空気圧監視システムって言うんですけどね、これちょっとええなと思ってね買ったんですよ。これめちゃめちゃね楽しみにしてるんでねつけてみたいと思います。で次にねこれタイヤデフレーター。これ何するかと言いますとね、タイヤの空気圧自動で減らしてくれるんですよ。まあ例えば2キロタイヤへ空気入ってるとしてね、これをね 1.2 まで落としたいなっ
って思った時にね、これでね最初に 1.2 の空気圧でね、これを刺して調整しとくんです。ただね、次から2キロのタイヤからね、これをバルブに差し込むだけでね、タイヤの空気圧を 1.2 までね自動的に落としてくれます。で 1.2 まで落ちたら止まります。これね4個入り買いました。1つからでも売ってるんですけどね、やっぱり1個やったらタイヤ1つずつエア抜かなあかんのでね、時間かかるんで4つ買いました。これもちょっとね楽しみにしてるんですよ。やっぱり林道とか行ったらね、やっぱりガタガタでね、でまたぬかるみとかね、こういう時ってねタイヤの空気圧をね落とした方がね、接地面が増えてねグリップ力が出るんですわ。そういう風にね林道の用途に応じてねタイヤの空気圧を落として走りたいなと思ったんですわ。でこれちょっとあったんでね購入してみました。こいたらねタイヤの空気圧を落としたら次どうすんのよっていう話やろ。そうなんよ、これですわ。これエアコンプレッサー、これでね走り終わった後タイヤの空気圧をねまた入れたいと思います。これねコードレスとね有線あるんですけどね、私有線の方買いました、まあ、もしねバッテリーがなくなってしまって入れられやなんだら困るんでね、有線の方買いました。でねこれですわ。これ靴ですわ。靴、え、どうよ、軽いんですわ。これこれでねちょっと私の履いてる靴もね古なってきてね、やっぱり林道歩いたりすんのに靴欲しいなと思ってねこれ買いました。で次ね、おお、手袋ですわ。手袋、衣装、これねまあ防風防寒防水なんですわ。でねここわかります？ここちょっとゴムになっててね、スマホいけるんですよ。あれあれ、えがんしょう、ゴムついててね滑り止めになってます。まだまだちょっと寒いんでね、手袋もやっぱり凛と行くの必要でしょう。ええ感じですわ。最後にこれですわ。防水軽量リュックです。また林道置いたらちょっと歩かなあかん時もあるやろ、ちょっと機材入れてねこれしょってねこの靴履いてね行こうかなと思ってます。ちゅうことでね、まずこれでね車洗っていきたいと思います。でね、今度ここですわ。ここ、これ傷見えますかね、この小傷、これ一回ね擦ってみたいと思います。これです。でね、このここスポンジ、ここは硬いやつでね、これで擦るんですけどもね、
ここ中等度以上の傷の修復は明らかではありませんっていうことなんでね、あまり深い傷はね無理かも分かりません。見えるかな、どうよ。あ、この傷はちょっと大きいんで消えやんな。あ、でも、お、ええんちゃうんか。お、お、全然違う。こっちなし。こっちすごい擦り傷。わかります？こっちとこっち。これがね、掃除機本体ですわ。で、ノズルついてます。こうですね。で、先にね、毛のついたやつ。これもついてます。で、替えのフィルターですね。で、USB 充電です。どうよ。え？めっちゃめちゃこんな砂まで吸うで。これ綺麗。おお。か。すごい吸うでしょ。え。さあ次はこれですわ。これねちょっと期待してるんですけどね。説明書。じいちちゃいなおい。すべて英語ですわ。これ、ここね、ソーラー充電ですわ。で、ここから USB でもね、充電できます。でね、これ FR フロント右、フロント左、リア左、リア右です。こういう感じになってます。これねバルブへねじ込みます。バルブにねじ込むネジもあります。このネジをね先にバルムにねじ込んでね、それからこれをねじ込みます。で、こう逆にねじ込んで外れないようにします。そのためのね金具、ねじ回しついてます。 USB の充電で、これがねフロントガラスへ取り付けた時にねこういう風に取り付けられるっていうことですわ。ソーラーパネルが見えてるんでね、これをガラスに貼り付けて両面テープもついてます。両面テープここへ貼ってねガラスへ取り付けることもできるっちゅうことですわ。説明書英語なんでね、また Google レンズでちょっとこれ聞いてみましょうか。製品の概要、こ
この度は当社のタイヤ空気圧監視システムをご購入ご利用いただきまして誠にありがとうございます。このシステムは運転中の保護を強化するように設計されており、車両のタイヤの状態を事前に警告します。 DTMS を取り付けるとシステムはタイヤの空気圧と温度をリアルタイムで監視できます。車のタイヤの空気圧や温度の異常を検知すると警告音とアイコンの点滅でドライバーにリアルタイムに通知します。タイヤの異常に適時に対処することで交通事故を回避し、ドライバーと同乗者の安全を確保できます。さらにこのシステムの設置は車両の快適性の向上、運転の安全性の向上、車両の摩耗の軽減、燃料消費量の削減、タイヤのパンクの防止と可能性の低減に効果的に役立ちます。っていうような製品ですわ。モニターやね、タイヤ4本分のね、常時の空気圧とね、タイヤ内の空気の温度、それも表示してくれます。設定空気圧っていうのも設定できるんですけどね、最低空気圧と最高空気圧。だから空気圧をもし最初に2キロ張っていた場合ね、 1.5 に最低設定しておくとね、もし釘を踏んで空気が抜けてきて 1.5 になった時にね、どのタイヤかって分かるようにね、点滅してアラームで知らせてくれるっていうことですわ。これね、なかなか便利っしょ。 Google レンズで、あと説明ちょっと読みますわ。真ん中メニューですわ。ここにゼロってあるでしょ。これでね、空気圧の表示設定ですわ。今パスカル点滅してるでしょ。バー、今回バーで確定します。で次1番、これね、見えるかな、温度 F かどうか設定します。分かりやすいように銅にしときます。で次2、これがね、空気圧のね、上限ですわ。ハイは 2.5 から6の間で設定できます。まあ 2.5 にしときます。タイヤの空気圧が 2.5 以上になったらね、アラームで知らせてくれます。ローの設定がね、1から2.4 まで設定できます。なのでローは、そやな、タイヤの空気圧 1.2 ぐらいまで落として走りたい境に 1.2 に設定しといたら、タイヤの空気圧抜いたところにアラームが鳴ってしまうんでね、1で設定しておきます。で次温度ですね。タイヤの空気内の温度75度以上になったらね、アラームで知らせてくれます。次5、これは多分番号でしょうね。左が00、右が01で、左の後ろが02、右の後ろが03っていうね、表示ですね。でこれで6、こっからですわ。これでね、これをね、2回押すとね、空気圧の設定初期モードになるみたいです。これでね、これをタイヤに取り付けるとね、20キロぐらいでね、ちょっと車を走らせてくださいって書いてるんでね、ちょっと先にね、これ取り付けてみます。右の前取り付けます。先にこの金具を取り付けて、フロント右、これを締めます。中のこれをまた戻していきます。こういう感じですね。こういう感じです。これ4つつけます。でね、これここ外れ、硬いな、まあ外さんとこか。この中にね、この中に電池入っててね、で本体の方へ情報をね、常にリアルタイムでね、転送してるような感じですね。だからあのモニターでね、これの電池の容量もね、常に表示されるようになってます。走らなくてもデータ拾いましたね。今左の前 1.8 バー、左の後ろ 1.9 で、右の前
2.0、 右の後ろがね 2.1 って表示されてます。これタイヤの空気内の温度ですわ。15度、16度、右は14度で、右の後ろが12度になってますね。ここにあるのがね、これが多分ボタン電池、バルブに挿したやつのね、電池の表示やと思います。でね、ここに太陽のマークあるんですけども、これ今ソーラー充電してるってことですわ。これここで消すとね、消えるでしょ。ほら、ソーラー充電してるってことですわ。これなかなかええんちゃうんかい。あ、今ここ右の後ろ点滅してるでしょ。こんな感じでね、定期的にね、あ、今度右の前点滅してます。これでね、タイヤ4本をね、常にリアルタイムで計測してね、ここに表示してくれるっちゅうことです。これやったらええんちゃうんか。え、そうしたらね、右の後ろ抜いてみます。右の後ろで、もう一回刺します。おお、また 2.0 表示に戻りました。いいっしょ、これ便利やで。ちょっとしばらくね、モニター見ててください。今右の後ろ点滅してデータ変わりました。あ、次左の前点滅しましたね。タイヤ内の温度16度から17度に変わりましたね。今日は天気ええんで、タイヤ内の変動がね、ちゃんと表示されてます。次左後ろ点滅して、データ変わらずですね。次ね、これですわ。これでね、エア調整します。今回ね、 1.2 にね、調整したいと思います。タイヤの空気抜きます。なこのぐらいかな。ちょっとこれ刺してみて、何キロあるか見てみます。右の前 1.1 まで下がりました。まあ今回 1.1 でね、設定します。まずね、これねじ込みます。でね、ここ2つになってるんですけどね、こっち側の手前の方をエア抜けるまで戻します。で、抜き始めたら抜けやんとこまでまた締め込みます。抜けたんで、抜けないとこまで戻しました。で、これがずれないようにね、今度内っ側のリング戻します。外にで、よいしょ。これでエア 1.1 の調整完了です。今度ちょっとエア入れてみますね。ちょっと家のコンプレッサーでね、入れてみます。これで何キロまで入ったか見てみます。 1.6 まで入りました。でね、こっからさっき調整 1.1 にしたいですね。これを刺します。 1.1 に設定したやつを刺します。で、これを引きます。止まりました。完了です。止まりました。で、これで入れて測ってみますわ。
まあだいたい 1.1 前後になってると思うんですけどね。あ、0.9 になってるな。さっき最低 1.0 に設定したんでね、これ今 0.9 にねなってるんで、アラームなってるってことですわ。まあこんな感じでね、まあまあ設定した気圧にね、ちょっと誤差はありますけどもね、4本一気に自動的にねエアーが抜けるっていうやつですわ。これでちょっとまたリンドをね楽しみたいと思います。エアーを抜いてねリンドを楽しんだ後、今度エアー戻さなあかんしょ。そのためにねこのコンプレッサー買いました。まあ説明書もまた英語ですけどね、 Google レンズで見たらバッチリ分かります。私はこの有線買いました。この線ね 2.7m ほどあります。ちょっと設定しますわ。よし、上ここね、キロパスカル、キログラム G でから PIS バー設定できます。今回ねバーにしときます。でここ 1.8、1.85 入れたい空気圧の設定です。よいしょ、ここ LED つくんですわ。今刺したらね今の空気圧表示してます。でこっからね 1.8 まで何分ぐらいで入るかね測ってみます。1.2 からね 1.95 まで3分17秒でした。完璧やなこのコンプレッサーでね、リンドを吐いていくクズですわ。これね軽いんですわ。 236g しかないんですよ。めちゃめちゃ軽い。え？ええ感じですわ。どう？おしゃれ？でね、このリュック。いかんしょ。これね、肩に当たる部分。通気性のええねクッション性もあります。でここもねポケット、ペットボトルとかね入ります。でここキュッと閉まるようになってます。でここもねここへ丸めたやつね通してここへこういう風にね固定できます。でおお、チャックも柔らかいな。ここでしょ収納、ここでしょ収納。ここでしょ収納。でまたねここ収納で、メインの収納がここですわ。ほらマジックテープあります。このバッグ、ここがまたミソなんですわ。ここへね USB
これね、ついてます。これをね、ここへ通してね、で、リュックの中へバッテリー入れといたら、こっからね、携帯電話とかね、充電することできます。こっから出します。でね、これをここへ入れるっちゅうわけですわ。こうですね。で、こっから線がね出ます。一緒。どれだけまあ荷物入るかっちゅうのね、ちょっとこの動画見てもらったら分かると思います。バッチリフィットしますね。ええんちゃうんかい。でね、この手袋をさしてね、タブレットも携帯もいらえます。私が選んだ激戦アイテム欲しなってきたでしょう。概要欄にねリンク、クーポンありますんでね、ちょっと一回見てください。これでまた林道冒険楽しく行ってきます。じゃあ。